참 진짜 게임 내용이 은근 잔인하네. 아까 막그 캐터필턴가 그어 애벌레 막몸 잘려 나가고 진짜 무시무시하구만. ピラーは大量の魔力をため込んでいるのだ。芋虫ごときが分不相応な力を持つくらいにな。だから森の奥のピラーがあるところにあのクソ女マーリカもいるに違いない。邪魔な森を焼き払い、ピラーを咲かせ、沼を広げ、マーリカを探し出せ。そしてあのクソの息の根を止めて100年の戦いに終止符を打つのだ。 何が森の魔女だ。この世界の魔女は私だけで十分だ。ヒヒヒヒ。以上、リカ様からの伝言になります。ちなみに今はお昼寝中ですので、あしからず。では、百鬼夜様、お気をつけていって。いえ、行ってらっしゃいませ。じゃあ、セイバーを。 이것도 약간 노가다 요소 있는 것 같은데, 게임이. 레벨 있고 하는 거 보면. 근데 이거 마녀의 집 제압하면 어떻게 되지? 한번 해볼까, 제압. 너 그 녀석아. 今度こそ 눈에 뭐를 見せてやれ. 뭐가 森の 마주다. どちらが 偉大な 마주と 呼ばれるに ふさわしいか 教えてやるぞ. お言葉ですが、リカ様。メタニカだ。森の魔女マーリカ様は魔女界の歴史の中でも最短でトップにまで上り詰めたお方。あの方よりも素晴らしいとなると、それこそ大魔女ウルカに勝るとも劣らない偉業を達成する必要があるかと存じます。はい。あ？お前。 私よりもあのチンピラ女の方が優れているとでも言いたいのか？いいえ、チンピラはむしろリカ様の方かと。メタリカだと言ってるだろうが、このポンコツが。さあ、ヤッケ、何をしてる？さっさとあの女を吊るし上げてこい。気分が悪くなった。私は寝る。<笑> Oh, 아무도 없는 모양이다. 어제 느낌표는 왜 뜬 거야, 그럼? 연구실. 아무도 없다. 아무도 없다. 이거 제압 한번 해볼까? 재밌겠는데. 제압. 제압하지 못했습니다. 아, 레벨 70이야? 백기 명검. 마녀의 집 제압하려면 레벨 70은 돼야 되는구만. 아무도 없다. 패시 변경, 마녀의 타던서. 주민을 부활시키고 싶다. 아, 마을 주민도 부활시킬 수 있어? 카르마를 줄이고 싶다. 일단 가보자. 우주의 숲 깊은 곳.
레벨 탑이구만. 오. 뭔? 요크네토. 아? 도우시토 혁규. 아, 소이츠라코. 소이츠라와 마력 そのものから 生み出された. 아니마를 못하는 魂なき軍隊 마조兵다. 지性も意志も 感情もなく, ただひたすらに 刺激する 마조의 命令に 従うだけの 무능한 泥人形だ. 命令なしには 人も 마주も 襲わない. ある意味 無害な奴らだが, どこにでも潜んでいるから 気をつけな. こいつらはおそらく どの 마조にも 刺激されていない 노라의 마조兵다가. まあ お前にとっちゃ親戚のようなものかもな。 오이 때리잖아. 一つ言い忘れていた。 노라의 마조兵は 人も 마주も 襲わないが、 強い 마력을 発する 마조야 お前のような マナニアには 強い 敵意を 持って 反応するんだ。 자, 마녀법은 일반적인 NPC와는 달리 플레이어에 대한 성향 패널이 적이로 물들어 있는 특수한 캐릭터입니다. 때문에 플레이어를 항상 공격하려 합니다. 평범한 적들보다 많은 경험치를 가지고 있으니 싸우는 것보다 싸워보는 것도 좋을지 모릅니다. 나, よくわからない連中だが, 邪魔する奴は全て敵だと思え. さあ、百鬼兵, 遠慮なく ぶちのめしちまいな. 양떼를 잡으면 되지 뭐. 아, 독 걸렸어. 이런. 아, 강공격인가 이거? 一丁目チェックポイント経由みねえじゃがな。いつの間にこんな所に集落ができたんだ。こんな鬱屈した森に居座るとは全く物好きな連中だ。ここからは魔女の匂いがするぞ。しかも私が大嫌いなあいつのな。そうか、ここはあのクソ女が統治する村ってことか。 めちゃくちゃに蹂躙してやりたいところだが、あいつの手がかりが得られるかもしれんし。さあ、どうしたのか。이 마을은 숲의 마녀 마리카님께서 지켜주고 계셔. 마리카님은 자애가 넘치시는 정말 훌륭한 분이야. 그래요? 제어. 자, 진녹색 부적 2를 획득했다. 제압 완료. 여기에는 학원의 도둑단이 주최하는 도박에 참가하는 녀석이 있어. 그런 무리들과 여기 다니 나는 사용하겠어. 이런 늙은이를 때려야하느냐. 허리가 삐끗해. 그만하거라. 진흙의 수위 1을 획득했다.
보자, 장비. 악세사리는 없나? 아, 있네, 여기. 저까지 돼서 반이 벌어지는데 무법자를 상대로 도박이라니 대체 무슨 생각인건데. 자, 생선벌레 푸알레. 생선벌레의 푸알레. 야, 짐 많다, 근데, 진짜. 자, 생선벌레의 푸알레를 뚝. 여기는, 야, 무기 주는구나. 덤벼! 졌어? 제압하지 못했습니다. 레벨을 좀 올려야겠다. 레벨이 낮으니까 제압이 안 되는구만. 제압! 레벨업을 좀 해야겠지. 투구가 멋들어지는데 잠깐 놀고 가지 않겠어? 너 말이야, 너 한판 붙어볼까? 도박이라고 너무 꺼려 할 필요는 없잖아. 오늘 시험에 보는 건 생각해. 도박장 문지기. 자, 마녀 제압에서 이기는 법에 대해. 필드에 존재하는 건물을 제압하여 가부를 입수하려면 마녀 제압을 성공시켜야 합니다. 제압 전투는 백기병의 체력, 공격력, 방어력에 큰 영향을 미치기 때문에 스테이스에 신경쓰며 매일 요리합니다. 좋은 무기와 방어를 장비하면 점수를 승리할 확률이 높아집니다. 카오스 리버레이션으로 능력을 일시 강화시킨 다음에 도전하는 것도 좋은 방법입니다. 자, 투구스 형님. 제압. 도적의 열쇠를 획득했다. 오마에! 나까나까 やるじゃないか! その鍵からは 微弱な魔力を感じるな。この嫌な匂いは間違いない。あのクソ女ゆかりのアイテムだよ。それじゃあお次はそいつをどこで使うのかな。 한 번만 더, 한 번만 더 하는 건 괜찮아. 맞아, 괜찮을 거야. 도박이 이렇게 위험합니다, 여러분. 엄마가 30년간 모은 재산을 겨우 10분 만에 탕진해 버리다니. 여러분, 도박이 이렇게 위험합니다. 이렇게 위험해요. 예, 30년 모은 재산을 이제 10분 만에 날려먹네요. 무서운 녀석. 쥐의 시대, 10대 1. 야, 잠깐만, 이거 없는데, 이거 게이지가? 돌아가야겠다, 일단.
돌아가자 돌아가자 빨리. 필라가 저기 있지. 어, 무기 생겼다. 장비 없네. 필라 사이를 버프한다. 레벨 보너스를 할당한다. 자, 필라 메뉴에서 피지컬 리버레이션을 사용할 수 있습니다. 백기병이 적을 공격하거나 채집하면 그레이드 포인트를, 그레이드 포인트가 모이게 되고 일정치가 모이면 그레이드 보너스를 입수합니다. 능력치와 토치카를 강화하고 보너스 포인트를 획득하거나 기가 칼로리를 회복할 수 있습니다. 이를 소비하여 공격력을 해방합니다. TP 거점으로 복귀. 일단 복귀하자. 탐색률 44, 85. 필라 완전 정복. 적을 격파하면 적의 레벨을 따라 입수한 경험치 총량이 표시된다. 메인 패시의 100% 서브 패시는 40% 경험치가 분배된다. 다만 경험치 정산은 필드를 벗어나면 나오는 결과에서 이루어진다. 이거 나가버리면은 보너스를 못 받는구나.
들풀검. 제약의 참겸 위장에 넣었다. 위장. 내용물 확인. 제압 해버려야지 전부 다. 제압! 백일빵. 손님인가 장로님한테 무슨 저런이 나니까 요다까? 안타 마나니아다네. 소다. 조금 聞いておくれよ. ここだけの話だけどね. 長老は 博打で 大事な鍵を取られたらしくて 寝込んじゃってるんだよ. その大事な鍵ってのが 何を隠そう? 마리카様に会うために必要な 魔法の扉を開く鍵だったんだよ. 理由が理由だけに 마리카様に相談することもできなくてね. 悩んだ挙句倒れちゃったってわけ. 長老ともあるお方がいい年して全く情けない話だよ。あらいけない。これは喋っちゃダメなんだったわ。あんたも今の話は忘れておくれよ。家政婦の仕事クビになっちゃうわ。魔女と村人の信頼の証を七草に博打とはなかなか見込みのあるやつじゃないか。いい情報を手に入れたな百鬼兵。次に何をすべきか もちろん分かってるよな。 아까 훔쳐온 열대가 그거 아닌가? 저거는 어디로 가야 되지? 실패야? 레벨이 부족한 건가 진짜? 무조건 공격력이지. 이쪽에 붙잡아주고
そいつは魔法障壁のもんだ。しかもかなり年季が入っている。だが百鬼兵、さっきお前は面白いものを手に入れていたよな。あのクソ女のアジトまでもうすぐだ。さあ、ここで九段のあれを使うんだろ。さっさと試してみろよ。 도적의 열쇠. やるじゃないか百鬼兵。私が直接そちらに出向くにはピラーオブテンペランスを咲かせることが必須だからな。お前も自分で考えながらキリキリ動けよ。待ってろよマーリカ。積年の恨み今こそ晴らしてやるぞ。 숲의 마녀의 정원. 변경되네. 이게 낫겠다. 약간 이런 식으로 보는 게. 그냥 위로 하는 게 나을라나? 불편한데 좀. 스위치. 문 열렸구만. 내려주고 빰빰빰빰.
창귀암. 오, 저기 아이템 있다. 야, 너무 먼데 근데. 일단 여기 가자. この近くに強いピラーの存在を感じるぞ。このクソ女がピラーの守護者というわけか。でもまあいいか。どちらにしてもあのクソ女はぶっ殺すわけだし、一石二鳥とはまさにこのことだ。いいか百鬼兵、ここから先に進めば後戻りはできないぞ。覚悟を決めていけよ。 공격력 올리고. 기가 칼로리 회복해주고. 오. そのようね。じゃあ私は行くわ。悪いわね、あなたにはお願いばかりで。あなたの頼みですもの。私に任せて。ようこそマナの源に集う友人へ。随分と森を荒らしたようですね。ですが、 せっかくここまで来ていただいたのです。あなたを歓迎いたしましょう。先ほどもお会いしたのですよ。マスクを取っているので、わかりませんか。改めまして、私はこの森の秩序と繁栄を司る魔女マーリカと申します。あなたはあの、 リカが呼び出したマナニアですね。こちらにおいでなさい。少しお話をしましょう。あなたもです、リカ。千里眼で見ているのは分かっています。先日の蛮行は許しましょう。話があります。こちらへいらっしゃい。私を呼びつけるつもり？ 何様のつもりだよ。指図されずとすぐに言ってやるさ。そいつがピラーを咲かせた後にな。分かっているぞ。お前、そこにあるピラーの守護者になっているな。やはり沼の力なしにはそこを出られないのですね。ではそのままで構いません。 私の話をお聞きなさい。小さなマナニアさん、あなたには飲み物を用意しましょう。魔力の入ったマナ茶などいかがですか。おい、何ぼさっとしてんだ。あいつを殺すのがお前の役目だぞ。あいつのペースに乗せられるな。騙されるんじゃないぞ。奴はとんでもなく性根が腐ってるんだからな。それだって毒入りだ。 一服持っているに決まっている。お前を殺す気満々なんだよ、そいつは。さあ、お茶をどうぞ。いや、拒否ですって。まさか自分で判断しているとでも言うのですか。驚きました。
あなた、ただのマナニアではありませんね。リカ、この子は何者なのですか？教えてやるもんか、バーカ。私たちはお前の首を取りに来たんだよ。黙って殺されろ、このって女。やっけ！さあ、そいつの首を引きちぎり、蹂躙し、病弱の限りを尽くしてやれ。콜라가아니라는거죠 やめさせなさい、リカ。後悔することになりますよ。知るかよ、死ね。もうおやめなさい。やー、防御魔法ばかり使いやがって。仕方ない。もう少し後のお楽しみにしようと思っていたが、あれを使うとするか。裏技だよ、ゴムス。ラ・ワ・ザ。お前の持っているギガカロリーをもやしに燃やしまくるんだ。燃費は悪いが、お前の能力は圧倒的に上昇するだろ。混沌の力を解放する技、名付けてカオスリバレーション。こいつを使えば、あの程度の防御魔法など簡単にぶち破れるはずだ。ただしカオスリバレーションを発動すると、発動時間は大抵数十秒と持たないからな。一瞬で型をつけろよ。じゃあ、チュートリアルカオスリボレーション。カオスリボレーションは L1 데모버튼으로발동합니다。발동하려면 AP 메모리가 100칸 필요합니다。언제든지발동할수있으면발동하면각종능력이압도적으로향상되지만기가칼로리의소비량이대폭증가합니다。오다만기가칼로리 10% 이하로떨어지면발동할수없으니주의하기바랍니다。攻撃こそが思考にして最大最強の防御手段ってことをあいつに教えてやれ。あの女のどす黒い腹に風穴を開けてやるんだ。もうおやめなさい。ほこりよそ、あー、おじいちゃん。잡아버렸구만마사카마큐백기병의성장과메타리카의마력이호응하여새로운패싯이생겼습니다。뭐냐，패싯파워포트리스를입수했다。패싯을변경하면검보수뿐만아니라캐릭터의능력과성장에커다란영향을줍니다。물리방어력과물리공격력이상승합니다。わっけぱ
よくやった。よくやったぞ百鬼兵。お前素晴らしい働きじゃないか。ピラーに続いてクソ女までも倒すとは最高だ。今日は何かいいことが起こりそうな予感がしていたんだよ。お前を呼び出すことにかけた私の判断は間違っていなかったということだ。百年にわたる争いも最後はあっけなかったな。やはり隠れてやがったか。おい百鬼兵、あいつはまだ生きているぞ。さっさと息の根を。いや待てよ、ピラーを先に咲かせろ。とどめはその後だ。沼を広げた後、私が直々に出向いて奴の首をもらってやる。またしても世界が広がったぞ。そしてマーリカ、今日こそ決着の日だ。마리카는토사물을여기저기흩뿌리며고통에몸부림치고있다. 비라가おい、下落そう女、お前がピラーの力に頼る無能力者だったとはな。まあ心配するな、すぐに楽にしてやるよ。待ちなさいリカ、あなたはまだ何も理解していない。お願い、私の話を聞きなさい。嫌だね、お前は今から死ぬ。ただそれだけだ。今まで幾度と出会いながら話せなかったことです。私はあなたの母なのですよ。뭔소리야이건또 아니무슨 I'm your father 도아니고진짜何を言い出すかと思えば母だと。それがどうした。疑う気持ちはわかりますですが、勘違いしているようだが、別に疑ってなんていないさ。ただ母だからそれがどうしたと言っている。つまらん話だ、そんなのは。あの世でババアにでもしてやれ。自分がこれまで何をしてきたのか思い出させてやるよ。リカ、私はメタリカだ。そんな名で呼ぶな。ごめんなさい、私のせいで。あなた、うるさい、つまらん話ばかりベラベラと。今すぐその首もぎ取ってやる。ん？お前、自慢の魔除けのアミュレットが壊れているじゃないか。それじゃあ呪いをかけてくれって言ってるようなもんだぞ。リカ、あなたは。その汚い口を開くな、ゲロ女。このまま暴走させてしまうくらいなら、いっそこの私の手で。死ぬよりも辛い目に遭わせてやるぞ。ジュ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 。どうだ百鬼兵、殺すより面白いだろう。え、そうだ、もっと面白いことをしてやろう。
気に入ったか？今のお前にお似合いな生きのいいオスネズミどもだ。私の母だと抜かすなら、私に弟と妹をたくさん作っておくれよ、お母さん。うん、야, 너무 잔인한데 이거. 자마, 미타카. 이래 나의 勝ちだ. 마이카. 자, 沼に 帰るぞ, 100기해. 今夜は 祝勝会だ. 최고의 기분에 ふさわしい 沼 料理を アルレッキーノに 用意させようじゃないか. <뭐야, 이게 엔딩이야? 아니 이게 엔딩이야? 잠깐만. 야 장난쳐. 아 나 진짜 야. 야 진짜 디스가이아 만든 팀이 만든 게임 낫다 진짜. 배드 엔딩이네. 야 배드 엔딩이네. 잠깐만 배드 엔딩. 딱 봐도 배드 엔딩이네 진짜. 아, 나 진짜 선택지 잘못 고른 것 같아. 원래 멀티엔딩 이것도 그건가 보다. 디스가이아처럼 멀티엔딩, 그러니까 멀티엔딩이 맞나 보다. 그러니까 싸움이 안 되는 거였네. 싸움이 안 되는 거였어 처음부터 그냥. 아, 네 1장인데 엔딩 났어요. 아, 나 진짜. 야, 진짜 엄마야, 그럼? 와, 진짜 세상에. 야, 엔딩 진짜, 야, 최악이다, 진짜. 야. 아니, 무섭다, 무섭다 생각했는데, 야, 이렇게 끝나버리냐, 진짜. 야, 진짜. 야 진짜 최악이다 야. 아. 아니 근데 야 내용이 너무 잔인한 거 아니야? 야 내용이 너무 잔인하잖아. 야 자기 엄마일지도 모르는 사람한테 G로 바꿔버리고 그것도 모자라서 수컷 쥐들한테 왜 자꾸 잘하니? 야 진짜 야 엔딩 진짜 개매국이다 진짜. 야 진짜. 투비 컨티뉴. 세상에 진짜. 야, 뭐 이런 경우가 있냐 진짜. 와, 엔딩 개멘붕이다 진짜. 次の料理はまだか。お待たせいたしました。白ネズミの唐揚げ野草風味にございます。ヘンジ？白ネズミだと？あの下落そうな歌をした夜にぴったりの食材じゃないか。先ほど森で捕まえたばかりの新鮮なメスネズミを釜釜の油でカラッと揚げた口当たりの軽い一品でございます。 愛想フェロモンが強いのか、オスネズミと走り回っておりましたところを一網打尽にいたしました。波のネズミにはない需要競争効果が期待できますかと。まあいっか。よし、ならば憎き魔女を倒した褒美として
このネズミお前に食わせてやろう。丸飲みするなよ。よーく噛んで食べろ。うむ、この調子で契約が切れるその日までキリキリ働けよ、百鬼兵。はて、森の魔女様を倒せたら世界を沼で満たす前に契約を解除する。百鬼兵様を解放されるというお約束だったのでは。あれはなしだな。こいつの契約はまだまだ解かないぞ。最高のおもちゃを手に入れたんだ。やすやすと手放すものか。お言葉ですが、一度した約束をたがえるというのは魔女の苔藓に関わります。意地悪しても約束守れ。大魔女ウルカ様ご執筆の魔女ドクトリン第3節の一文にございますれば。私がいつ約束をした？約束はしていないんだよ。ま、これは契約内容の誤認というやつだな。それに言っとくけどな、森の魔女、いやクソ女にとどめを刺したのは百鬼兵ではないぞ。どこのどいつだ？ああ第一、お前が交わした契約にはしっかりと書かれているんだ。ほらここだ。契約主たるコートとメタリカの命が尽きるまでオツコと百鬼兵は働かなくてはならず、いかなる理由があろうともこれを解除することはかなわぬとね。まあ心配するな。私の余命はどうせあと100日足らず。いや、正確にはあと99日か。それまでに世界を沼で満たすことができれば、今度こそちゃんと解放してやろう。あれよあれよと残り100日のお命。ああ、リカ様、なんとおいたわしいことでしょう。リカではない、メタリカだ。それに命など惜しいものか。ただこの命がある限りはお前たちは私に絶対服従だ。働け働け、そして世界を沼で満たすのだ。そうなれば。끝이 아닌 것 같은데? 뭐지? 어? 임무 완료でございます. 死亡을 確認いたしました. 뭐지? 제1막 제1장 마녀와 숲의 마녀 엔드. 메탈리카의 남은 수명 99일. 오하요고자이마스, 백기해사마. 난토 스가스가시 아사데고자이마쇼. 백기해사마모 요쿠 오야스미니나라레타노데와. 토이테모 백기해사마니 스이닌와 부요데고자이마시타카. そうでした、私朝食の準備の途中でございました。申し訳ありませんが百鬼兵様、私の代わりにリカ様を起こしてきていただけませんでしょうか。リカ様の寝室は2階となっております。リカ様はお目覚めが非常に悪く、いえ非常によろしいので、お気をつけていってらっしゃいませ。뭐지이거뭐가어떻게된거야메탈리카가 거품을 물고 쓰러져 있다. 백기병은 메탈리카를 깨우리지만 전혀 깨어날 기색이 없다. 아무래도 죽은 모양이다. 오이 오이, 소코나 안타. 아타샤데 네테미나이카이? 리카사마와 사쿠반 신지마타시. 도다이? 후카후카데 기모치이요? 폭신폭신한 침대가 출렁이며 백기병을 유혹한다. 불안한데? 부정. 오야, 내 낳고 돼 이노가? 아,
んたマナニアかい。なんだいなんだい、早くそれを追いよ。マナニアに睡眠は必要ないからね。おや、リカ様、うん、これは真の像が停止しておられますね。それに瞳孔も開いておりますれば、いわゆる心肺停止状態でございますか。お食事の準備ができたので来てみれば死んでおられるとは。どういたしましょう。困りました。このままではお食事が冷めてしまいます。あれをするしかなさそうですね。これをお口から。끈적이는액체를입으로부어넣었다. 私が来た時にはすでにお亡くなりになっていらっしゃいました。これは事件の香りがしますね。はい、犯人はお前だろうが。首はいけませぬ。チッ、アルレッキーノの殺人癖はどうにも治らんな。殺されたのが私でなければこれで物語は終わりだぞ。早々にゲームオーバーだぞ。ふざけやがって。ゲームオーバーというよりはエンディングといった方が適切かと存じますが。ん？私は偉大なる魔女にしてお前たちの主人だぞ。お前の言葉には敬意というものが足りん。私をもっと敬え、褒めたたえろ。そして貸し付き、命を差し出せ。それでこそしもべというものだ。ではお亡くなりになられてもいとも簡単にご復活されるとはさすがにございます。噂伝説の類は数あれど、日常的に生死を往来し自在に操れる者は偉大なる沼の魔女リカ様を置いて他にはおりますまい。メタリカだ。しかもお前それで世辞のつもりか。当然のことを言ってどうする。生死の往来など私にとってはさして意味を持たぬのは知っていよう。何せ私は不死身なのだからな。さすがにございます。10歳で賢者の石、13歳で生命のエリクシールを生成した私の魔術術にかかれば造作もないことだ。ですがそれほどのお力がありながら余命が残り99日というのはいささか矛盾を感じざるを得ませんが。お前は何を言っているんだ。生死と寿命は全く別物だろ。さようにございますか。当然だ。そのように考えたことはございませんでした。生死と寿命は全く別物。なかなかに奥深いものでございます。そうだろう。私の偉大さがお前らの小さい頭でも少しは理解できたようだな。まさに感服でございます。しかしこの偉大さを世に広めようにも沼がない場所になど行きたくないし、私には時間がない。おいたわし屋でございます。ゆえに急ぎピラーを咲かせ、この世のすべての者たちに私の偉大さを思い知らせてやる必要があるのだ。さすがは偉大なる沼の魔女様、壮大な野望でございます。はあ、お前と話しても何の張り合いもないぞ。相変わらずつまらんやつだな。それは失礼いたしました。もういい。
無駄話は終わりだ。目障りだったゲロクソ女もようやく始末したことだし、これからは本格的に沼を広げるぞ。そのためにはピラーオブテンペランスこと大ピラーを咲かせる必要がございますね。片っ端から行くぞ。咲かせて咲かせて咲かせまくるんだ。それじゃ久々にあの門を開けるか。あそこを開けるのは100年ぶりくらいだな。百鬼兵ついてこい。次の指示を出してやる。もし第一幕第二章魔女と異端審問官。백기명은뭔가이상한낌새를감지했다거점외주화단의다리가놓여있습니다환영의탑을플레이할수있게됐습니다아이게1장1막끝났다고엔딩크레딧나온거였어그럼괜찮은건데어난저기서아까거기서스토리가끝난줄알았잖아야머리가아파머리가아파진짜거실さて下落草女も処分したことだし、これで心置きなく沼を広げることに集中できるな。さようでございます。さっきも言ったが、まずは道園の丘だ。じわじわと沼を広げていき、ゆくゆくはこの世界の全てを沼で覆い尽くしてやる。素晴らしきことでございます。この私の偉大さを全ての者どもに思い知らせてやるのだ。感服の至りでございます。はあ、お前の棒読みときたら案外王国一かもしれんぞ。お褒めに預かり光栄であります。褒めてないがな。あとその返答の方が感情がこもっているのはどういうわけだ。まったく百鬼兵に至っては僕の返事すらできない。シクロミヤ、イお前たちには主人を楽しませようという解消はないのか。まったくつまらん連中だ。일단은만약에백기형여기까지하고일단저녁을제가먹어야겠어요저녁밥을일단저녁밥먹고뭐게임진행하는지해야겠어요시청해주셔서감사합니다녹화는이것으로종료할게요띠용